です。はい、それではね、完璧なセッティング出たみたいです。イブロちゃんと完璧なセッティングが出たみたいなんで、それでは出発したいと思います。あ、声入ってますか？入ってるよ。おお、でっかっ。もうすげえ。そりゃそうだよ。そりゃ、はい。はい、はい、はい、じゃあ、すいませんね。今まで何だったのか。何だったのかはわかりません。いつも私は文句を言われ。はい、よし、じゃあ、行きまーす。なんかバイザーがどう？バイザー、うん、私はいつものバイザーだよ。あ、かっこいいよ。かっこいい？かっこいい、あった方がいい。マジ？なんかね、ピークデザインのステッカーとね、合うしね、なんかアクセルこれ、進む。こんにちは。怖いな、これ走りすぎて。はい、どんどん行ってくださいね。先に行ってください。はい、ぐんぐん行ったよこれ。怖いなぁ。抜かせよ。いいよ、行ってください。どんどん行ってください。ちょ、こっちが寄ってくると怖いから、そのままね。行ってください。車行ったら、左側から抜かします。はい。もうじゃんじゃん行ってよ。じゃんじゃん行っとるよ。うん、後ろに車いるからね。はいよ。はい。どこ行く？ファミマ？ここ左、とりあえず。ファミマは行かない。何やっとる？何止まった？違う違う、ここ左近く。違う、いつものとこ左曲がるじゃん。やばいって、どういうとこ止まった？まあいいよ。OK？ まあ別に分かってるのもいいよね。いいよ。どう？走りはどう？いいよ。いい感じ？いい感じだよ。あれ？ほら。来てないね。ほら、来た。じゃあ、行くぜ。やっぱり声がマジでけえ。うん、私そんなでかい声で喋ってるんじゃないけどね。ただ、朝倉さんこれでめちゃめちゃでかい声で喋ってるんで割れるんだよね。そう、多分、ズブロちゃんもでかい声で喋りゃ多分割れるぐらい。それぐらいの位置だね、やっぱ。これこのぐらいで喋るよ。そんな腹から声出しとったらもう。そうだね。いや、これならさ、多分いけるじゃん。いい感じだよ。でも風切りっていうのが怖いね。まあ風切り音は一応だけど、スポンジがついてるもんそんなにないと思うじゃんね。ああ。そう。なのでもし風切り音っていうよりかは、そこのコネクターの調子、かな。まあ、ウブロちゃんの方の、画像で音が悪いっていうだったら、まあ、こっちのやつで使えるもんで、それは OK だと思うけど。それじゃあ先行ってもらっていいですか？行きますよ。はい。そんなことは。恐怖を感じる。おー、何それ。こうやって抜いてよ。私いつもこの曲がるときが怖いな。ここは止まらねえかんね。変身すげえ車来たな。行くぞ。もう高校生じゃん、マジで。やべえじゃん。うん、高校生だよ、これ。これも高校生のスタイルだよ。このさ、うん、このダンプにぶつかったとしても気づかれんだろうね。いや、気づくよ。気づくか。変なやつが飛んできたと思う。水浸しだよ、これ。うん、やばいな。ジャージャーに漏れてるな。ジャージャーめ。それじゃあね、ワークマンに向かって行こうじゃないかということで、じゃあこっちからお願いします。はい。もちろん取るぜ。あ、何このバイザーがいい？かっこいい。しかもね、バイザーもちょっとね、悪く乗ってこういう感じ。ちょっとあれだとこういう感じ。悪いやつになるところ。悪いやつ。うん、顔を見せんよね。そう。可変式って。それがシースルーだとさ、うん、黒の、うん。意味わかんないじゃん。黒のシースルーどういうこと？だからサングラス代わりか。ああ、そうだね。落ちちゃうんだろう、ない人。ない人はもう気合いだよ、気合い。目が痛いよね。うん。ブルちゃん来た、左寄って。
左寄って左。そう、うん。あーちゃんの車。あの車。うん。そこ気をつけてよ。ゆっくり行かんとね、反対車線から車がビューって来るときあるで。あそこ？ここ？うん、そう。で、次を左ね。はい。やっぱりさ、止まらんね。うん、直してから。へへへへへへへ。うおー、なんか降った。うわぁ。わあ、ウィーマートか、うん、あそこか、いつもの そこから曲がる、ラステゾン、うわあ、もうこれ今日寒いよね、これ寒い、もうこれ以上無理、うん、もう無理だよ、お疲れ様でした。